はい、じゃあ次、第2問、ですね、社債になります。今日はね、これを解説して終わりですから、ちょっと時間たっぷりとって、解説をしていきます。はい、じゃあ問題文とね、39ページ、ね、問題文39ページ、はい、ここ出していただいて、で、まあ、一応板書しながら、問題文をちょっと見ていくと、今回は、まあ、青森商事株式会社がね、まあ、社債を発行しましたねと。で、償却結果補填額こう、マニキュア定額こうしか出ないんで、まあ、気にしなくていいです。で、これをね、岩手商店、ね、においても、今度はね、その社債を買ったって言ってるんだよね。買った。つまり発行側と取得側の立場が問われてるってことなんだよ。発行側と取得側ね。ですかね。だからこれは僕のね、2級の授業でやったあの比較表ありましたね、比較表ね。取得側と発行側の比較表、うん。あれをちゃんと理解してるかどうかっていうのがポイントになるってことから、ね。はい。では早速ちょっと見ていくと、資料の方から、早速ね、見ます。はい、資料をね、見ると、こんな感じで。ですね。一応、板書もしていきますからね。本試験の時の下書きの書き方も一応まずさせてはい、ではいきます、ね、まずタイムテーブル書きましたね、1年の4月1日に、ね、発行しましたねと。で、そしてここが満期ですけど、6500万額面6500万額面6500万を償還権5年償還権5年だから6年の3月31日ね。で、券面利子、まあ、これクーポンにするとですよ、2%。で、利払い日は3月末日の年1回。ね、で、発行価格が、1口当たり100円付き、94円で発行しましたと。はい、したがって94円ですからね。払い込み金額がありますね。94円ね。はい、したがって、この6500万 ×94÷100。ね、で、6110万円という払い込み金額が出ますね。こうなんですね。で、そうするとね、この額面金額と、払い込み金額の差額。この差額。はい、この差額が390万ですよ。まず下書きを完成させるってことじゃない。いいですよね。で、これは差額ボックスって僕がやりましたね。差額ボックス。はい、したがってこの390万っていうのが、まあ、実はこの全体の面積ですよっていうことですよね。これ全体の面積が390万に今なってますよ。いう図ですよね。ここはちょっと後で消しちゃう数字なので、分かりやすいように書いてあるだけですから。ここが書かなくてじゃん。これ書くと分かんないから。はい、ですか。で、このね、6110万円っていう数字をね、少しずつ償却権のほうで増やしてる。
最終的には6500万にしたいっていうことで社債を発行したもんね。いいね。はい、そういう図ですから、これ。で、次。今度はね、まずはちょっとね、社債だけいきますけど、ね、あの有価証券はちょっと後回しにしますから、社債だけいきます。で、1番目、見ていきます。平成バーツ1年度末における丸1青森商事株式会社の社債の帳簿価格、まあ丸2で飛ばしております、とりあえず。まあ何ですかって言ってるんですよ。はい、したがってこれ1年経ちましたよと。1年経ちました。はい、したがってここの時点でのね、僕は何ぼですかってことですよ。この時点で僕は何ぼですか。はい、そうすると、これ全体が、これ60ヶ月ですから、ね、5年だからね。でここは12ヶ月ですから、はい、したがってここの面積は何本ですかっていうと、はい、こうやってやりますね、まあ、全体が390万だから、全体が390万だから390万かける、ね、まあ、60ヶ月分の12ヶ月になりますね。で、かけることも6500万、ね、これ6500万さ、高さね、そのうちの、はい、6500万、つまり全部、ね、6500万分の6500万って計算します。まあ、これ後で切りますから、ボディブロック。ここもちろんなくても計算できますけど、まあ一応書いてあります。はい、でそうするとこれ何本ですかっていうと、はい、これが、78万ですか。78万円っていうね、面積になっていますから。はい、したがって、6110万に78万出せば、ね、社債の母価が出てきますね。2年の3月31日が、6188万と、ね、いう答えになるんですよ。これが39ページの問1の丸1ということですよ。まあ、苦手意識あるだけですから、みんな、ね、やってみれば難しいことやってませんからね。ただし、あの下書き書かないんですよ。下書き書かないと、これ頭でやると絶対できませんからね。特に乖離償還とか絡んでくると、まあまず無理ですから、ね、だからちゃんとこの図が書けるかどうかというのは勝負なの、ね、苦手にしてるだけですから、とらわれがあるだけ、とらわれ、社債は難しいっていうとらわれ、だから環境、出来事、他人の環境ですよ。あと出来事ですよ、とらわれが。社債、昔解いてみたんだけど、難しい。できねえと。いうとらわれがあると、それでね、心持ってかれちゃう。そうすると、なかなかできないからね。クリアできないから。じゃね、ポジティブシンキング。社債は簡単と思えって言ったって、それは無理だよね。ポジティブシンキングじゃ。限界があるからね。もともとポジティブじゃない人はダメですから、ポジティブシンキングは。もともとみんな8割はネガティブだから。だからポジティブシンキングじゃないと、ポジティブシンキングはなかなかうまくいかないと。そうだね。で、次に不快対策書。